上流。先ほど鶴野さんから連絡がありました。三代目西谷誉れは死亡、鬼神会の拠点も焼けたと。鶴野は初めから西谷を殺す気でいた。ええ、近江連合の解散を前に西谷の排除は避けられません。その最も確実な方法は彼を殺すことです。それを望まないのはあなただけでした。そうだったんだろうな。近江連合と東条会を同時に解散させるとなれば血が流れずには済みません。西谷の死はきっとそれを最小限に抑えたはずです。より大きな犠牲を出さないためには誰かに泣いてもらわなきゃならない。天下国家を語る連中はいつもそう言ってことを進めるかもしれませんね。鬼神会は殺し屋の元締めのような組です。西谷の手もだいぶ血で汚れていました。彼の犠牲が役立つなら私もそのように進めます。渡瀬や大吾も同じだと思うか。少なくとも理解はするでしょう。彼らは組織で万単位を束ねる立場。おそらく日常的に残酷な損得感情を強いられてきた。例えば今回の件を知って鶴野にペナルティを与えるか。答えはノーです。仕事が一段落したんで報告に寄っただけなんだ。鶴野に聞いていたんならそれでいい。とにかく近江の解散を前にその最大の障壁はなくなりました。あとは渡瀬の出所を待って極道の解散を見届けるのみです。あなたも一旦蒼天堀を引き払ってはどうでしょう。また渡瀬が出所する前日にでも戻ってくればいい。寺にこもってろってことか。今すぐにとは言いません。やるべきことが済んだらで結構です。今夜はお疲れでしょう。赤目さんのところでゆっくり休んでください。
一度寺に戻りましょう。よろしいですか。ああ、もうやることは全部済んでる。さすがですね。では大阪ともしばしのお別れです。渡瀬の出所を待ちましょう。酒が聞いとった量とちゃう。ええー、からあるだけ持ってこいや。色つけて腹たるわ。おお、鶴の葉、久しぶりやの。あんたも忙しそうやないか。まあなあ、明日になったらやっと肩の荷下ろせるわ。そうか。頭が戻ったらいよいよ会長も後目譲るやろ。明日の出所祝いはその景気づけや。渡瀬組が忙しになるんはむしろそっからちゃうか。確かにせやな。けど頭の襲名を一番喜ぶはずやったんは西谷会長や。それが今時勝ち込みでやられた上に上流とかいう犯人も見つからん。ほんま何があったんや。うちでも調べとります。俺も世話になった会長殺されて腹渡にゆっくり帰っとる。世話になったお前がかいな。なんでか。なんやおかしなこと言いましたか俺。まあある意味可愛がられとったもんなお前。西谷会長にじっくりなぶられながらごつなったんやろ。身も心も奴隷にされとったんやな。あの人は関西極道の鏡です。可愛がられて光栄でした。西谷会長のことは親父も胸痛めとるはずや。明日は明るう出迎えたってくれ。言われんでも分かっとるわい。ほなな。同じ近江の門に嘘つくっちゅんは胸が痛めますね。そんな余裕あるかい。こっちも命がけや。あいつなんか
解散宣言聞かされて真っ先にブチ切れよるやつやで。ほんま、明日は誰が何しおるかまるで見えん。久々にヒリヒリしますわ。桐生さんはどないしてる？まだ大道寺一般とこです。これから大阪来るはずで。明日、いよいよですね、桐生さん。座禅中なんだがな。ええ、ではお構いなく。いいさ、いつでもどこでもできんのが座禅のいいとこだ。大道寺にとって極道の解散は、言ってみればどうでもいいことでした。しかし今になって風向きが変わってきたようです。ん？あなたはご存知かどうか、青木亮という都知事が荻窪先生を追い落とし、後釜として民事党の幹事長になりました。彼こそが表の政治と裏の謀略で近江や東条会に首輪をはめる権力者です。若くしてず抜けた力を握ろうとしています。それは大道寺一派にとっても目障りこの上ない。でも明日突然近江連合が解散すれば、青木には深刻なダメージでしょう。つまり？あなたのしている仕事は一派にとっても有益ということです。加えて渡瀬組から受け取った500億の資産。ただ飯食いと言われたあなたが誰よりも大道寺に貢献している。そうやって金で手のひら返してると安く見られるぞ。命を救われた恩もある。ま、それは私の個人的な話ですが。どうした？今日は嫌にしようらしいな。部下との密なコミュニケーションは組織運営の基本です。勉強になるよ。まあそんなわけで、今の仕事が済んだら少しのんびりしてくるといいでしょう。私から上の者にあなたへの褒美をねだっておきます。褒美？ここにこもりっぱなしでは息も詰まります。休暇で一人旅なんてどうです？いい気分転換になりますよ。沖縄や神室町はさすがに避けていただきますが、なるべくご希望に沿います。一人旅か。普段はあまり頭にないかもしれません。でも改めて考えれば、一つくらいどこか行きたい場所はあるでしょう。そういや、いつかハワイに行きたいと思ってた。何か思い入れでも？ユミが言ってたんだ。結婚式といえばハワイでしょって。何かのバカ話の時にポロッとな。ユミというのは沢村ユミさんですね。沢村遥の母親。あなたにとっては最愛の女性。七原ヒル記念協会。ん？ひまわりという片田舎の養護施設で育ち、夜の街に生きたユミが憧れた場所だ。その教会がハワイに？だから俺は死ぬまでに一度この国から出て、こいつをその場所に届けてやりたいと思っていた。俺が唯一ユミに送ることができたプレゼントだ。桐生さんにそんな素敵な思いがあるとは知りませんでした。花は？はい。余計なお世話だ。確かに私の悪い癖です。アイスとは結婚を約束していたわけでもね。若い頃俺はずっと思いを伝えられずにいた。やっと口にできたのはあいつの死に際だったんだ。桐生さん。
やっぱり今のは忘れてくれ。ハワイってのもたまたま思い出しただけだ。それにまずは明日を乗り切らねえとな。オウミの極道たちを前にいきなり解散を切り出すんだ。
何が起きるか分かんねえ。ハワイや旅行先でなくてもいいんです。他に何か欲しいものがあれば何でも。俺は自分の人生も名前も消した男だ。欲しいものは何もねえ。もしあったとしてもあんたに用意できるもんじゃねえ。実を言えばあなたが望むものは分かっています。しかし沖縄の子供たちと会わせることだけはできません。ああよく分かってる。来はった。お前も来ていたのか、鶴野。ええ、あんたをお待ちしとったんです。こちらの暇人が上流来るまで待ちたい言うて急に来てな。うちは忙しいっちゅうのにほんま迷惑やったわ。わあ、わあったわあった。うっさい女やの。どうした、何があった。ええ、大したことやないんですが、明日の話です。もろもろ説明しとこう思うて。せやけどここじゃなんですから。明日親父とは蒼天堀の外れにある建築現場で待ち合わせです。親父は無所出たその足で来ますんで、バシッとスーツに着替えてもろうてから近江連合の本部へ向かいます。渡瀬は俺が来ると知ってんのか。ええ、弁護士づてですが、親父にはあんたのことを何もかも知らせとる。俺らが西田にやった時あんたが居合わせとったことも。そうか、その説は騙すような真似してすいませんでした。お前が説明したい話ってのはそっちか。後悔してるわけやない。やり直したとしても俺はやっぱり西谷を殺します。ただ騙し討ちであんたに手汚させといて、あいつは殺すべきクズやった、自分は正しかった言うて詫びも入れんのは、それはあかんと思い直しました。明日をもって俺は何の肩書きもない元ヤクザや。そんなもんに頭下げられたとこであんたにええことは何もあらへん。せやけどほんまにすんませんでした。極道として生きてきたのは俺もお前と同じだ。すんませんじゃすまないことだらけ。お前だって今本気で許されると思って頭下げてるわけじゃねえだろ。お互いやっちまったことはこの先の人生で背負ってくしかねえ。
大宮東条会を解散させたとこで、それは同じだ。要するにそれはお許しいただけへんということで。もういいから頭を上げてくれ。分かった。いえ、許すと言ってくれはるまで俺のこんな頭ずっと下げとったらええんです。じゃあ許す。ほんまでっか。で、話はそれだけか。いえ、一つだけやけど、ええニュースもあります。ん？さっき近江連合の本部に侵入者が現れました。その一人が元東条会の春日一番って男で、桐生さんご存知でっか。最近18年ぶりに無所を出てきたんです。うっすら聞いた記憶はある。18年前は俺も檻の中にいたんだな。別の無所だったが。それより春日はなんでオウムに侵入を。春日はもともと荒川真澄の子分でした。それが出所後、浦島太郎をよろしく神室町に戻って、そこで荒川に撃たれたんです。なんだと。その時荒川は近江連合に対して東条会の裏切り者を演じ取ったとこでした。芝居を続けるには元東条会の子分を容赦なく撃つ必要があった。それにそうせな春日は他の近江に殺される可能性が高かったんです。だから荒川はギリギリ殺さんように春日を救うために撃った。大した離れ技じゃねえか。春日はその後荒川の真意やら解散計画のことやら全部知りました。で、おやすさんと慕う荒川の呼びかけに応じて大阪へ出てきたっちゅうわけです。明日解散宣言の時も俺らと一緒に備えてくれる。戦力として期待できんのか。真島五郎と冴島大河相手に互角やったそうです。もちろん春日はもう何人か仲間連れてましたけど。そいつは確かにいいニュースだ。明日うちの親父が解散切り出した時、はっきりどうなるか読めません。信用できるもんはほんの数人。せやけど親父と東条会の六代目はその場の近江全員に宣戦布告する覚悟です。二人を守りきって解散を遂行するのが俺らの仕事や。ああ、いざって時は俺もあいつらの盾になる。その用心棒代込みの500億だったんだろ。恐れ入ります。ほな桐生さんも明日に備えてゆっくり休んでください。